第18属元素とは、長周期表における、第18属に属する元素、すなわち、ヘリウムネオンアルゴンクリプトンキセノンなどガネソンを、言う。なお、これらのうちで、安定各種を持つのは、第1周期元素のヘリウムから第5周期元素のキセノンまでである。キガスと呼ばれる。英語表記の変更があった2005年までは、キガス、キガスと呼ばれた。 電球に封入した気ガスの発光。第18属元素は原子における災害核電子が閉殻となっているため、科学的に非常に不活性であり、しばしば単原子分子として存在する。かつて第18属元素には化合物が知られていなかったために、化学反応を起こさないという意味で不活性がするいと呼ばれた。しかし、科学的な不活性さの度合いは、 第一周期元素のヘリウムを筆頭として、周期が進むにつれて弱くなる。安定各種が存在する最後の周期である、第5周期のキセノンに化合物が見つかったことを皮切りに、現在では他の第18属元素にも化合物が見つかっており、完全に不活性というわけではない。気ガス、気ガスの名称はマレなに由来する。これも、 かつて科学的分離や抽出が困難であった時代の名称の名残である。カリウム40の崩壊により、アルゴンが地球の大気に多く含まれているため、この名称は不正確である。キガスの名称は、貴金属に対応して反応性が低いことに由来するもので、1898年にヒューゴエルトマンがドイツ語でイデルゲスと名付けたのを訳したものである。 日本の高等学校科学の教科書ではすべての出版社が気ガスと表記しているが英語では IUPAC の2005年勧告を受けてノーブルガスの表記がされているこれについて日本科学会は2015年3月17日に今後は日本国外の高校教科書が例外なく使用しているノーブルガスに合わせて気ガス表記に変更するよう提案しているヘリウムを除いて 常圧かつ凝固点以下で弱いファンデルワールス結合による結晶を形成する。気ガスの性質を研究する中で、すでに水和物やクラスレート型の化合物が見つかってはいた。しかしながら、これらの化合物においては、水素結合の網目構造の中に気ガス原子が閉じ込められているだけであり、真の化合物とは呼べない。化学結合を備えた。 最初の気ガス化合物は、1962年5月、カナダのブリティッシュコロンビア大学のネイルバートレットと DH ローマンによって合成されたヘキサフルオロハッキン酸キセノンである。酸素分子、o 二を酸化するヘキサフルオロハッキン酸の反応から類推し、o ニとほぼ同じイオン化エネルギーを持つキセノンを酸化できるのではと考えたことが成功の鍵であった。8月には、ゼフが 同年末は、ゼフ2とゼフ6も構成された。1963年には、光電を用いて、クリプトンの化合物が合成され、また同年に、ラドンの化合物も構成された。ハロゲン化け物としては、キセノンはあるいはクリプトンの復化物が知られている。2000年には、アルゴンの安定な化合物、アルゴンフッ素水素化け物も報告された。酸化物としては、 6フッカキセノンゼフ6または4フッカキセノンゼフ4が水と反応した三酸カキセノン強酸が知られる。2017年には国際研究チームがヘリウムの化合物としては初のヘリウム化にナトリウムの合成に成功した。なおネオンの化合物で発見されたものはない。機体の放電による発光の色はいくつかの要因によって変化する。例えば、 ありがとうございます。